そうなのよ、本当にしょうがないわ。まあでもそんなところが放っておけないんだけどね。そうそう、ちょっと危なっかしいっていうか、私がいなきゃダメよねって気になるのよね。どこの世界でも男は似たようなものってことかしらね。あー、そうだ、思い出した。この間もね、うちの隊長ったら嘘。それでそれで、男の人ってどうしてあんなにいろんな女の子が気になって仕方なくなっちゃうのかしらね。あのさ、ちょっと聞きたいんだけど、やっぱり男の人って大きい胸が好きなのかしら。デカパイ女が調子に乗るのよ。あいつことあるごとに胸の大きさで勝ち誇ってきて、はあ、そう思う。やだな、そんなに褒められると照れるわ。サビーネだって綺麗な胸じゃない。デカいだけの大女違って上品だわ。そもそも胸は大きさじゃないのよ。でかければいいってもんじゃないわ。さっきの私たちの話聞いてたんじゃないでしょうね。じー、真面目な顔して答えるな。っていうか、あんたやっぱり聞いてたんじゃないのよ。そういえばセルマって、メロンほどじゃないけど、大きい。ちょっと待って、そういえばセルマだけじゃなくてマリエもヤーナも大きいわよね。胸の大きい子ばっかり選んではべらせてるんでしょう。こっちの世界ではお世話になってるけど、そんなスケベだとは思わなかったわ。同じ男でもうちの体調はあんたと違うんだから。サビーネ、行きましょう。